What's up, ladies and gentlemen? トムヤさん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン3、今回はミッションやっていくんじゃなくてですね、ミッションね、ヒットマン3をやる上で、このアイテムは絶対持っといた方がいいっていうアイテムがあるんですよ。まあ、エスカレーションであったり、まあ、縛りやるにしても、タイムアタックやるにしても、まあ、普通のチャレンジの攻略にしてもね、まあ、この、ギアは持っておくといいよっていうのが、いくつかあるので、それの紹介をしていこうかなというふうに思ってます。以前マップをティアランキングで分けた時に、まあ、アイテム編をお願いしますっていうのがありまして、で、まあ、アイテムをね、いちいちこのアイテムは S、 このアイテムは A とかに振り分けるんじゃなくて、それだったらもうこのアイテムは絶対取った方がいいっていうのをピックアップした方が多分まあいいと思ったんでね、今回はそれをやっていきます。キャリアインベントリー、まあ一応ここのキャリアからインベントリーのところ行ってもらうと持ってるものが全部出てくるんですよ。で、僕はピストルやったらこんだけ、まあ、サブマシンガン、ショットガン、アサルトライフル、まあ、スナイパーライフル、これがメレーね、格闘武器、メレー、それからギアに行くとこのまずライフルとか入れるケースで、まあ、これはまあいいでしょう。で、ツールね、ロックピックであったりとか、そういうツール。で、ディストラクション、誘導するやつね、まあ、コインとかそういう系ですね。で、ポイズンは、まあ、毒。毒殺に使うものたち。で、エクスプローシブは爆薬。まあ、爆発に使うね。まあ、こんだけありますと。はい、だけどまあね、大量にかなり要素アイテムがあるわけで、で僕もね、全アイテム取ってるわけじゃないので、まだエスカレーションから取れるアイテムとかあるので、まあ全アイテムあるわけじゃないんですけど、基本的に必要とされるものは全て持ってますから、今回それ紹介していきたいと思います。まずじゃあ、ピストルから行きましょう。ピストル。で、ピストルいっぱいあるんですけど、まあ、この ICA19 っていうピストルは標準でみんな絶対持ってると思うんですよね。で、この ICA19 に加えて必要になってくるのが、こちらですね。ICA シルバーボーラー。この ICA シルバーボーラーっていうピストルはね、非常にいいピストルになってます。タクティコピストル、カスタムスライド、ローレイトファイアラーって書いてますけど、まあ、ここに書いてるやつはまあ特にどうでもよくて、で、この ICA19 シルバーボーラー何がいいかって、エイムがめちゃくちゃしやすいんですよね。まあ、ここにステディエイムって書いてて、このステディっていうのが安定したって意味なんですよ。だから安定したエイムができる。で、シフトを押すことで、クロスエアが少し縮こむんですよね。ちっちゃくなるので、まあ、狙いやすくなる。で、このステディエイム、シフトキーを押さなくても、通常でも、この ICA19 シルバーボーラーってめちゃくちゃ撃ちやすいです。非常に遠くにあるもの、まあ、監視カメラであったり、カメラのデバイスで機械そのものであったり、まあ、この間だったらエスカレーションでね、風船割るやつがあったと思うんですけど、あんな感じで風船割ったり、まあ、それこそ遠距離でターゲット暗殺するときにもこの ICA19 シルバーボーラーだったらヘッドショットうまく撃ち抜くことができます。でもこの ICA19 だったら結構難しかったりするので、この ICA19 シルバーボーラーはこれ一つ、他のやつ別にいらないんで、この ICA19 シルバーボーラー持っといてください。まあ、ここに MK2 ってありますけど、まあ、これどっちでも同じなんで、ICA シルバーボーラーか、まあ、MK2 か。で、この ICA シルバーボーラーどうやって取るかっていうとですね、これ取り方2種類あって、フランス・パリのマスタリーレベルですね、フランス・パリのマップレベルを11にするか、ムンバイのマスタリーレベルを2にすることで、この ICA シルバー取ることができます。だからまあ、ムンバイの方がおそらく簡単だと思うので、早急に取りたい方はムンバイのマップのレベルを2にしてください。で、次、ピストルで取らなくちゃいけないのがこれ、ちょっと読み方難しいんですが、クルーガメラー22シルバーで、これ僕持ってるのはシルバーで、シルバーじゃなくてもう一個ね、別バージョン、ゴールドバージョンもあるんですよ。で、僕まだゴールドバージョン持ってないんですけど、同じです。シルバーでもゴールドでも別に同じです。で、シルバーの方が取りやすいです。なんで、ここはまあシルバーでいいかなというふうに思ってて、で、これどういうやつかっていうと、なんかベジャベラベラっていろいろ書いてますけど、これね、サブソニックがついてるんですよね。サブソニック Very Quiet Reduce Damage ということで、この銃そのものの威力は落ちるんですけど、これサプレッサーのこの長さ見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ音ちっちゃいです。かなり小、まあ、普通のこのサプレッサー、さっきのやつとかについてたなんかより全然ちっちゃい音で、銃を撃つことができます。で、ダメージ低い。で、これ何が強いかっていうと、ヒットマンっていうのはピストルを撃つことでターゲットを
その誘導させることができるんですよ。まあ、例えばターゲットが右にいて、まあ、左に壁があると、その左の壁を銃で撃った場合、その右にいる、人はその銃で撃たれた場所を確認しに行くっていう、まあ、ピストルを使った誘導ができるんですけど、まあ、さっきのシルバーボーラーでも全然できるんですけど、あのシルバーボーラーだったらまあ中距離遠距離だったらできますが、近距離だったらあまり近い距離で ICA シルバーボーラーでやっちゃうと、あのバレるんですよね。バレちゃいます。でもこのクルーガーだったらバレません。これだったらバレないんですよ。なのでその、まあ、近い距離でもできるということで、まあ、ターゲットを、まあ、NPC を別の場所に誘導するっていう意味では非常に素晴らしいので、このクルーガーぜひ使ってください。で、まあ、監視カメラ破壊するときとかも、他に NPC が周りに近くにいる状態で ICA シルバーボーラーでカメラ撃っちゃったら何の音だみたいな感じで、周りの NPC が反応するんですけど、この銃だと反応しないので、本当に、まあ、本当の本当に、ま、もう真正面とかじゃなければ反応しないので、これめちゃくちゃ便利なんでね、ぜひこれも撮ってください。でこのクルガメア、22、まあ、あの読み方っていうのは分かりませんが22シルバー、取り方はアルゼンチンヒットマン3のマップですね。アルゼンチンメンドーザ、メンドーサか、日本語的に言えばメンドーサレベル10で撮ることができます。ぜひアルゼンチンのチャレンジをクリアしてレベル10にして、このピストルを取ってください。次ですね、次はこちらになります。カルマ2トリンクライザー、僕ねこれね、言い方が好きでいつもねトリンクライザーってふざけて言ってるんですけど、トリンクライザー A South African producedDirt gun who said that anyone in hits、 まあ何書いてるかというのは南アフリカ製のやつですよ。ちょっとまあそれはどうでもいいんですけど、とりあえずこれね、当たった対象を即座に気絶させるっていうかなり素晴らしい銃でございます。まあ即座にって言ってもその当たりました気絶しましたほどではないんですけど、まあ銃撃って、まあ、ほんのでも数秒ですね、1秒ぐらいかな、大体1秒ぐらいでその対象は速攻気絶するっていう。しかもこれ一番すごいのがですね、このチョリンクライザーガンで、まあ、撃ってそいつが気絶した場合、そのボディは発見されてもボディファウンド扱いにならない。でこれは、ヒットマン2の時からそうで、まあ、多分今でもそうだと思うんですけど、これは多分ねそういう仕様だと思うんですよ。最初はねこれバグかなとも思ってたんですよ。なんで気絶させたボディが発見されてるのにボディファウンドにならないのかなんで、よくよく考えたらチョリンクライザーガンで気絶させたなと思って、じゃあ別の場所で試してみようってやってやってもまたやっぱりボディファウンドにならない。でも普通に、まあ、レンチとかで殴って気絶させた場合はボディファウンドになるっていう検証結果だったんで、おそらくこのカルマ2チョリンクライザーガンで気絶させたボディが発見された場合、発見されたという扱いになりません。それがめちゃめちゃ強い。まあね、撃った対象を即座に気絶させることができるっていう、まあ、いわゆるスタンガンみたいな、スタンガンじゃないか麻酔銃か、メタルギアの麻酔銃みたいな、感じで使ってもらったらいいんでね。しかも、麻酔銃は起きるけど、これチョリンクライザーガンはこう起きないので永遠に、永遠に寝てますから、めちゃくちゃ強いです。ぜひ取ってください。で、このカルマ2チョリンクライザーガンの取り方は、これはこちら、メンドーサですね。ヒットマン3の新しいマップ、アルゼンチンメンドーサレベル5。レベル5です。レベル5でこのチョリンクライザーガン取ることができます。そしてレベル10でさっきのクロコメラーを取ることができます。はい、ぜひ取ってください。次の銃こちらになります。シーカー1、こちらの僕がねよーく使ってるのを見ると思います。まあ、エスカレーションでも使うし、それこそ縛りシリーズでも使いました。まあ、今紹介した中で、まあ、普通のピストルは除いてね、チョリンクライザーガンよりも僕はこっちの方が個人的に好きでよく使うんですけど、このシーカー1めちゃくちゃ強い。これもあのオーバーパワーです。OP です。OP。めちゃくちゃ強いんでね。ぜひ、取ってください。これもあの南アフリカの銃で、なんか書いてますけど、まあ、あの基本的にこのチョリンクライザーガンってよく似てるんですよ。何が違うかっていうと、まあ、ここにね、ボミットって書いてると思います。VOMIT ね。このボミットっていうのがどういう意味かって、これ、ね、吐くって意味なんですよ。なんで、このシーカーで対象を撃った場合、その撃たれた対象はトイレに行って、吐くっていう、
そういう銃になってます。なので非常に簡単に歴史を取ることができますし、非常に簡単に、でその、まあ、トイレとかに入るんですけど、そのトイレに入った時って護衛って一緒についてこないんでターゲット1人になるんですよ。簡単に後ろからまあワイヤー切るだったり、なぜもターゲットを無防備な状態にすることができますから、めちゃめちゃ、強いですね。でこれ2発撃ってるんですよ。2発撃つことができるんで、まあ、ターゲットが2人いるミッションとかだったらもうほんとシーカー2発撃ってトイレ連れ込んで、そこでワイヤー切るなり敵死なりそれミッションクリアみたいな、めちゃくちゃ強いんでこれぜひ取ってください。これも必須中の必須ですね、シーカー。他のチャレンジやるときとかでも、まあ、邪魔なターゲット暗殺するときももちろんそれで使えますし、でターゲット暗殺しないときも、まあ、他に邪魔な NPC ちょっとあそこの兵士邪魔だなと思ったらシーカー撃つとね、まあ、どっかにやることができるわけですよ。別に対象を気絶させるわけじゃないんで、ただどっかに一時的にやるだけなんで、もうめちゃくちゃ便利。で、唯一このシーカーの、悪いところ。このシーカー唯一悪いところは、ちょっとね、当てるのが非常に難しいです。これちょっと独特の軌道を描くんですよ。普通ピストルってこう撃ったらまっすぐこうポンってこう行くと思うんですけど、シーカーってちょっとね、こう、ふわーんっていう、だんだん撃っても下に下がり気味に下がっていくんですよ。ちょこっとだけ当てるのが難しい。対象の少し上を狙わなくちゃいけないっていうのと、またその対象が動いている対象だった場合は、タイミングも考えながら打たなくてはいけないので、ちょっと打つのが当てるのが難しいっていうのがデメリットですかね。あとはあまりにも近距離でこのシーカーを対象に打っても対象は反応してくれないっていうのもデメリットです。まあ大体中距離遠距離ぐらいで当てるとうまくいくんですけど、もう本当真後ろからシーカー打ってもなんか効かない時が時々あるんですよ。そういう仕様なのかバグなのかわからないんですが、そこがデメリットですね。それ以外はもう鬼の強さです。しかも最終的にはこれピストルなんで、これを地面に置くことでまた別の護衛をその銃を直させるという意味でね、追っ払うことができるから、実質こいつ1個で敵3人は無力化することができるんですよ。そう思ったらやばいよね。このシーカーめちゃくちゃ強いんでおすすめです。で、どうやって取るかですね。シーカーどうやって取るかなんですけど、これヒットマン2のマップ。ヒットマン2のボーナスミッションで、ヘイブンアイランドというものがあるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なビーチがあるところで、そのヘイブンアイランドのレベルを10にすることで、これ取ることができますから、ぜひ取ってください。はいはい。ピストルこんなもんですね。あとは言いません。次、サブマシンガン。サブマシンガンも、まあ、こういろいろあるんですけど、基本的にはね、この DA キー、DAK、DAKX2 コバートか、この DAK ゴールドコバート、この2個どちらかがあればいいんじゃないかなというふうに思います。で、これサブマシンが、まあ、何に使うかなんですけど、まあ、基本的にはピストルでこと足りるんですよ。基本的にはまあピストルでこと足りるので、別にサブマシンがいらなくねって思うかもしれませんが、まあ、これもね、これ何に使うかっていうと、まあ、監視カメラ撃つとかは普通にピストルとかでもいいんですけど、これね、ドアをこじ開けることができるんですよ。基本的に鍵がかかっているドアをこじ開ける場合は、まあ、ロックピックであったり、バールか。バールであったり、長いやつね。まあ、そういったものが必要になってくるんですけど、この DAK ゴールド、まあ、連射速度がついているので、その、まあ、ドアの、真ん中の部分ですね。ドアの真ん中の部分にこの銃を連射してもらうと、その勢いでドアこじ開けることができるんですよ。でこれ結構便利で、まあ、普段ね、そのチャレンジやるときとか、はあんまり使わないと思うんですけど、タイムアタックですね。タイムアタックやるときにこれが非常に便利です。まあ、普通ロックピックでこうカチャカチャカチャってこじ開けるよりも、このサムマシンガンで開ける方が早いんですよ。その方が早く扉を開けることができるので、まあ、タイムアタックの時間をまあ、短くすることができるんですよね。そういう風な使い方ができますから、このサブマシンガン DAK シリーズは強いので、ぜひ皆さんに取っていただきたいですね。で、この、DAK シリーズの取り方なんですけど、まず DAKX2 コバート、この上の方ですね。この上の方はね、確かね、ムンバイのレベルを15にすることで取れたはずです。で、このゴールドコバート。このゴールドコバートの方は、僕が以前にやったね、エスカレーションがあるんですよ。僕の再生リスト行ってもらって、エスカレーションっていうのがあるので、
そのエスカレーション行ってもらった一番上にあるあの金色の仮面みたいなやつつけてるやつ、そのエスカレーションをクリアすることでこの DAK ゴールドコバートを取ることができますから、まあ多分ねこっちでムンマイレベル15にするよりも、まあ、こっちで取る方が簡単やと思うので、僕はこっちのレベル15、まあ多分ねこの辺でも同じように開けることはできると思うんですけどね、まあ、僕は個人的にこの DAK が使いやすくて好きですね。このブラックコバートでもいいけど、これおすすめ。はい、でショットガン、まあ、ショットガンはね特にいらないかな、個人的には別に、使ったことは今、まあ、ないですね。基本的にいらないです。次、アサルトライフル。アサルトライフルもいらないですね。まあ、このなんか、いろいろありますけど、アサルトライフルも、まあ、ほとんど使うことはなかったですね。スナイパーライフル。これは使います。スナイパーライフルはね、いろいろあるんですよ。で、いろいろあって、で、まあ、サプレッサーついてないやつ、まあ、この、普通のイエーガーセブンとか、イエーガーセブンランサーとか、まあ、サプレッサーついてないやつは論外として、まあ、サプレッサーついてるやつの中で、まあ、どれが、優秀かなっていう話なんですけど、まあ、個人的におすすめしたいのはこれです。シージャーっていうものかな、300ゴースト、こちらめちゃくちゃいいスナイパーライフルでね、真ん中いろいろ書いてるんですけど、まあ、とりあえずまず一つ目サブソニックがあるんですよ。でこれサブソニックってどっかで見たことあると思うんですけど、あの一番最初ピストルのところで紹介したあのクルーガー22、あいつと同じやつを持ってるんですよね。サブソニックもうベリークワイエット、めちゃくちゃ静かです。なんせこのサプレッサーのこの厚みを、もう これの力ですよね。めちゃくちゃ静かに打つことができます。で、まあ、サプレッサーもあるとして、でマークスマンシフトを押すことで、まあ、より安定した正確なエイムを行うことができるんですよね。まあ、要するに、いわゆるあれですよ、スロータイムなので時間をちょっと遅くして遠距離からでも敵の頭を正確に打ち抜けるようにということで、まあ、このマークスマン機能がついてるんですよね。でエクステンディッドスコープ、まあ、これのことね。まあ、このついてるスコープなんですけど、まあ、これ、4段階に分けて、ズームすることができるので、まあ、非常に狙いやすいというか、まあ、プレイヤーとかその場所に合わせて、ズーム段階決めてもらって、でも撃ち抜くことができるので、まあ、基本的にもスナイパーライフルって言ったら、もうこれ持っていけば、まあ、大丈夫かなと思います。まあ、どんなミッションでも、このもうゴースト持っていけば、いいっていうぐらい、もうこれ1本が非常に素晴らしい。まあ、このね、イエーガーセブンチュアトラとか、まあ、こんなんもね、悪くないですよ。これピアシングっていうのがあるんでね、これラウンズファイアドウィルペネチュレイトボディって書いて、これペネチュレイト貫通するってことなんですけど、これ貫通するので、まあ、ターゲットが2人いて、まあ、その2人が、なんていうのかな、まあ、同じ場所に縦に並んでいる場合、一発の弾丸で2人ともまとめて殺すことができるっていう、まあ、このイエーガーセブンのチュアトラ、まあ、これも使えますけど、でも、ダントツこのゴーストの方がよく使うので、もう絶対にこのゴーストだけは先取った方がいいと思いますね。で、ここにもあるんですよ。ホワイトシージャーさん、これね、同じですよ。同じなんです。サプレッサー、サブソニック、マークスマン、エクステンディスコー、フォーレベルってことで、これ全く同じなんで、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、どっちか取ってください。一応取り方なんですが、このゴースト、取るには、ヒットマン1のマラケシュ。モロッコのマップですね。マラケシュのエスカレーションというかボーナスミッションで、砂上の家だっけな、そうそう、ハウスビルトンサンド、砂上の家っていう、ボーナスミッションがあるんですよ。それのエスカレーションザ・ケビオ・カリブレーションっていうやつで撮ることができます。見せれるかな、デスティネーションでマラケシュ選んで、あ、これ、ハウスビルサウンド、あのエスカレーション、これですね。ハウスビルトンサウンドのエスカレーション。これ、ザ、QA ボーカリブレーション。これをすることで、ほら、解除者をリチュライブで全然300押すと。これをすることでね、これ取ることができますから、ぜひやってください。で、俺、どう見てもこれ3分の1で終わってないのに持ってるやんけと思う方いらっしゃるかもしれませんが、これ僕、昔のヒットマンの時に撮ったんで、3ではまだやってないというだけなんでね。またこれの攻略動画も出しますから、もしあれやったらそれ見ながら参考に取ってください。まあでもとは言ってもですね、キャリアイベントリーの、まあ、さっきこれ同じだよって言ったと思うんですけど、300 こっち取る方が完全にどう考えても楽です。これも同じなんだよ。でこれどうやったら取れるかっていうと、2月真ん中くらいにやったエスカレーションでね、ホワイト忍者のエスカレーションがあるんですよ。
そのホワイト忍者の、エスカレーションを完了することで、これ取ることができますから。でそっちの方がね圧倒的に簡単なんですよ。あると思いますよ。デスティネーションでこれルーマニアのエスカレーションなんですが、あこれですね、ルーマニアエスカレーション The Approval Preparer、これをクリアすることでスナイパーライフルとあのホワイト忍者の服装を取ることができるので、まあ、ぜひこれやっとってね、やってみてください。はい、で次いきます。まあ、今回ちょっとね動画長めなんですけど、まあ、この紹介、今紹介してるやつは本当に使えるやつなんでね、ぜひとも取っていただきたい。ギア、まあ、これはもうブリーフケースは何でもいいです。1個はあるんで。次ツールですね。まあ、ツール、まあ、ロックピックはまあみんな持ってるでしょうということでいいとして、次必要になってくるのは、ね、この3つですね、エレクトロニックキーハッカーおよびエレクトロニックキーハッカー MK3 もどっちも一緒です。でディスポーザブル、スクランバー、まあ、これでも同じなんですけど、あの、まあ、これ何に使うかっていうと、まあ、一応鍵なんですよ。で鍵なんですが、そのロックピックとかじゃなくて、その電気で、しまっている扉っていうのがあるんですよね。まあ、例えば北海道の施設なんかは、あのほとんどロックピックじゃなくてこのエレクトロニックキーハッカーがないと入れない場所が結構あります。まあ、北海道のために一番最初は作られたんじゃなかったかなこれ。なんでとか、あとどこだろうな、あんまちょっと思い出せないですけど、まあ、たまにねあるんですよ、そのこのカチャって開けるタイプの鍵じゃなくて、こうカードを吸ってこうシャキンと開けるタイプ効果音で伝えていくっていう、まあ大体僕の言いたいこと分かると思うんですけど、その時に使うので、まあ、1個持っておいたら必ず便利なのでね、まあ、絶対に必須ってわけじゃないかもしれませんけど、まあ、北海道を攻略するにおいてはもうほぼほぼ必須みたいなもんなんで、あの、まあ、これどれでもいいんで、どれか1個持っておいた方がいいです。で、まあ、これ書いてることはまあ大したことないです。ディスポーザブルスクランバー、まあ、このエレクトロニックキーハッカーの取り方なんですけど、まあ、一番簡単なのはですね、これですね、エレクトロニックキーハッカー MK3、 これ同じなんでね、この MK3 が一番簡単で、これ取り方は中国、ヒントは3のマップですね、中国のマップレベル2にしてください。それでもう簡単に取ることができますから。であとはね、まあ、あとはまあいらないでしょう。まあ、便利なのは便利ですよ。このリモートエメリカスクレネとかもまあ便利ですけど、まあちょっと難しいんでね、まあまあいいかなというふうに思います。次ディストラクション、まあコインはまあもう標準で装備されてるんで、でまあ他のね、まあリモートオーディオとか、まあこの辺もね、まあ便利っちゃ便利ですよ。まあ音出してその音の方向に敵を誘導するっていうやつなんですけど、まあ基本まあコインでこと足りるんで、まあこれ必ず取れっていうわけじゃないから、まあ、別にいらないですね。まあ、キーウィなんかはタイムアタックとか使えますけどね、まあ、普通にプレイするにおいてはまあいらないですね。次ポイズン、まあ、毒は結構いります。まあ、毒はね、まあ、瓶より注射が圧倒的に強いんですけど、どれだ、このねアンティークリーサルスリンジってやつ、そしてあこれリーサルスリンジ MK3で、リーサルスリンジ MK2 でモダンリーサルスリンジ、この辺かな。で今言ったやつが、まあ、対象を即座に殺すことができると、撃った瞬間、撃って大体まあ1秒ぐらい 1.5 秒後ぐらいに、ターゲットを殺すことができます。で、しかもそのボディは発見されてもボディファウンド扱いにならない、なぜなら事故死だからっていう最強のあの暗殺武器ですね。もうこれもあのオーバーパワーだと思ってます僕。このスリンジ1本あれば、あとはピストルとかあれば、ピストルなくても大概のミッション全部クリアすることができるんで、もうこのスリンジ最強なんでね、まあ、スリンジで注射器って言うんですけど、これもあの必須中の必須なんでぜひ取ってください。でアンティークリソルスリンジそれぞれどうやって取るか、でこれねバンコックのレベル12に投げることで取ることができます。タイですね、僕の大嫌いなマップ、タイでレベル頑張って12までチャレンジやってください。するとねめちゃくちゃ強いのが手に入るんで、ぜひともやっていただきたい。で、リーサルスリンジ MK2、
これですね、リーサルスリンズ MK2 はあのスゴールとレベル5をすることで取ることができます。もうこれ同じなんで、なんかいろいろ書いてますけど英語で、さっきのやつと別にあの効果的には同じなんでね、リーサルなぜね、リーサルって書いてたらあのいけるんですよ。で、リーサルスリンズ MK3、これですね、リーサルスリンズ MK3、 ちょっとなんかこういう感じの、ね、見た感じなんかこれ注射器なのみたいな感じの形してますけど、まあ、これもなんか書いてますけど、書いてることも一緒です。ターゲットを即座に殺すことができます、毒殺で。でこの MK3 取り方、これねベルリンのミッションでレベル15にしてください。ヒットマン3の新しいマブですね。ベルリンのミッションレベル15にすることでリーサルスリンズ MK3 取ることができます。まあ、このリーサルって書いてるのが、対象を即座に殺すやつ で、このモーダーエメティック、イミティック、エメティック、多分エメティックって書いてるのが、再始毒ですね。摂取したターゲットは即座に、トイレに行くっていうのがこちらになります。まあ、こちらはそんなに使わないですね。もうトイレに行かせるんだったら普通に遠距離でシーカー打つ方が楽なんで、あんま使うことないですね。その時はもうこのリーサル系。あとはもう毒もポイズンバルも使いますけど、まあ、これもね、どうやって取るのかな。なんかもう気づいたらあると思います。なんかもう毒の瓶ってもうめちゃくちゃ良さあるんですよ。リーサルこれもこれもこれもそうですよ。でこれもそうでしょ。でこれもエメリックか、これもエメリックか、これもエメリックか、これ気絶だな。まあ、セダティブとかほとんど使わないですね。俺使ったことないんじゃないかな、こっち系の毒は。はいって感じですね。よし次エクスプローシブ。エクスプローションは結構あるんですよ。で、ね、これ僕はこれ結構いろいろ使ってるんですけどね、エクスプローシブに関しましては使い方が難しい。ターゲットがいて、でターゲットに投げますと爆弾をね。で、爆弾投げて、起爆してキルします。爆破キル。これサイレントアザシになりません。爆破キルそのままやってもダメで、まあ、車を爆発させて、例えば爆弾を車にセットする。で、車を爆発させる。でその爆発でターゲットをキルする。これって、あくまでも爆弾で直接的にターゲットをキルしたわけじゃなくて、車の爆発でターゲットをキルしたっていうことになるんですよね。車がなぜかわからないけど爆発してしまった。要するに事故死であるという判断なんです。なんですけど、まあ、車とか、まあ、他で、なんだっけ、プロパンフラスコとか、昔だったら消火器とかね。なんですが、この爆弾そのものを当てても、基本的には、無理なんですよ。まあ、そういうこともあってね、ちょっと使い方が難しいので、まあ、その初心者というかね、まあ、これは必須っていうのは、まあ、ちょっとね、爆弾系ほど難しいからね、大きい音も出るし、なかなかあれなんですが、まあ、でもこのね、ベースボールとかは、これが強いですね。このエクスプローシブベースボール、これね、まあ、エクスプローシブベースボール、ハイリー、マネクトロディバーシブ、レテンテロイヤポイントペケロベントドなんて書いてますけど、まあ、これこう投げて、これ何が強いかって、これ貫通キルできるんですよ。それがめちゃくちゃ強いです。まあ、こうターゲットがいるじゃないですか。で、まあ、壁があって、っていう時に、このエクスプローシブベースボール、野球爆弾投げることで、まあ、壁貫通でターゲット殺せるんで、まあ、そういう意味でめちゃくちゃ強いですね。だから、上の階にいるターゲットを、下の階から投げて、まあ、2階の天井って3階の下じゃないですか、前は。2階からこの爆弾を上に投げるんですよ、天井に向かって。すると、爆破として3階にいる敵を殺すことができるっていう。言ってること分かります？まあ、それちょっとね、ちょっとチート級なんですけど、まあ、これ強いですね。エクスプローシブベースボール。まあ、あと、まあ、便利で言ったら、まあ、リモコン式ブリーチングチャージ。これはもうヒットマンの初期2017の頃からあるんですけど、まあ、ドアをこじ開けたり、他にもいろいろ面白い使い方ができるんでね。これはまた別で紹介してもいいかもしれませんが。まあ、ブリーチングチャージ、まあ、ブリチャーって言われてるんですけど、ブリチャーは持ってていいんじゃないかな。あともね、これフラッシュグレネードがもうこの辺結構難しいですね。まあ、タイムアタックの時とか使いますけど、ので、まあ、これもう絶対持っとけ必須って感じじゃないかな。はいはい、まあ、そんな感じですね。まあ、今回ちょっと、動画の時間長かったと思うんですが、まあ、ぜひとも今紹介してですね、シルバーボーラーとかシーカーとか、あの辺はもう絶対取ってほしいです、ね、ぜひとも、まあ、最後ちょっとおまけなんで僕のスーツ持ってるスーツも見せましょうか。おまけに、
まあ、クラシック、フォーマル、コート、カジュアル、まあ、タクティカル、スイムって分かれてるんですけど、まあ、普通のクラシックだったら、まあ、こんな感じですね。OD7 の、まあ、みんなが絶対持ってるセグニチャースーツ、それのグローブ付き。で、これヒットマン、アブソリューションのスーツ。まあ、ほとんど変わりませんけどね。で、これヒットマン、ブラッドマネーのスーツ。アッシュンスーツ with グラブス。まあ、ちょっと色が変わってね。The Undying Look。サバーバンスーツ with driving gloves。これもホイットルトンクリークですよね。で、クリムゾンレッドスーツ。これヒットマン3のやつですね。プレミアホワイトスーツ。アルティメットブラックスーツ。この3つは。僕が今究極縛りで使ってるのはこのスーツですね。アルティメットブラックスーツ。究極縛りなんでアルティメットでいこうかなみたいな。で、ザ・ブラックストリークスーツ。これもかっこいいよね。で、ターミナス。これはヒットマンアブソリューションの、ミッション3でターミナスホテルっていうターミナスのミッションがあったんですけど、それでフォーディスムが来てたやつね。で、フォーマル。ダキシード。これはパリのやつ。クラシックオールブラックスーツ。これも何か忘れた。これスゴールドのやつね。ダキシード、マスクのグラブス。コートは、ザ・ニューヨーカー・ウィズ・クラブス。銀行のやつと、ウィンター。まぁ、あ、ちょっとね、冬用の、ごつめの服ですね。で、これ、ブラック・ウィンタース。まぁ、あ、まぁ、大して変わんないですね。で、スノー・フェスティバル。これは、雪の、ボーナスミッションみたいな、期間限定なんかあった時のやつですね。で、カジュアル、イタリアンス。この、イタリアの、サピエンザですね。これが、マイアミのやつか。で、これが、コロンビア。ミッドナイトブラックスーツが何だかな、もうちょい忘れましたね。サマースーツウィズ、これあれや、マラケッシュのやつですね。ダ、トロピカル、これヘイブンアイランドかな。スマートカジュアルスーツ。これは普通にエスカレーションかなんかで撮ったりと思いますね。ルーシブターゲットかなんかで、ね。まあ、これも結構ね、いいですよ。スマートカジュアルスーツ。タクティカル3つですね。タクティカルウェットスーツ。これホークスベイのヒットマン2の一番最初のやつで。ちょっと忍者っぽくていいよね。レイブンスーツ。これも普通にかっこいいコートみたいね。フリーダムファントムスーツ。これも緑なんでね。コロンビアとかジャングルのステージやるときはこれ使ってたら結構雰囲気あったりしますね。で、シームズ。フォーバルハンティングアトライ。これは中国の、中国じゃない、これはイングランドのダートモアの一緒ですね。エスカレーション取りました。で、これ中国のザ・ブラックドラゴン。中国です。これちなみにヒットマンコードネーム47。一番最初に発売されたヒットマンの、まあ、オマージュというか、そういう服装です。で、ザ・デビルゾーン。これかっこいいよね。これ好き。で、グルースーツ。これこれもエスカレーションですね。2月に配信されたエスカレーションを撮りました。ザ・ホワイト・シャドウ。これ一番好きです。これもうめっちゃくちゃ好き。もうこの服装、この変装僕もう好きすぎてやばい。もうこのキャラでなんかまた新しいストレスゲーム作ってほしいレベル。ね。もうこれからめちゃくちゃかっこいい。だって全部顔か出てるのにさ、まあ、これは出てないけど、ここもこういう顔隠してる忍者なのもめちゃくちゃ好きこれ。ホワイト館。これちょっと日本のね、こう和を感じさせるような服装ね。で、これは雪のスポーツスーツなんで、まあ、これかけてね、メガネ。スノーボードでもやってそうですね。で、カウボーイスーツはまあカウボーイ。これはようわからん。変な服、タンクトップ。あ、これも忍者っぽいね。まあ、これもなんかちょっと忍者っぽいけど、まあ、でもこっちの方が断然かっこいい、俺的には。で、これも可愛い可愛いピエロちゃんね。世界一怖いピエロでございます。これ世界一怖いサンタクロースという感じで。まあ、そういうのも、そもそも結構ありますよね、僕も。まあ、いつも縛りやるときはね、服装統一してるんで、次は、なんかどれでやろうかな、みたいな感じでいつも迷うんですけど。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあ、あんまり長くすればあれなんでね、今回ここまでにしたいと思います。ちなみにオンラインマスタリーレベルは僕ぴったり500です。もしよかったらまたね、次回の動画見に来てください。まあ、本当に今言ったやつは結構使えるんでね、ぜひ撮ってください。じゃあ、また会いましょう。Peace out.